の名前はサム。公園で友達と一緒に遊ぶのが大好きなんだ。今日はね、公園にある遊具の話をしたいんだ。遊具で思いっきり遊び回るって気持ちがいいし、嫌なことがあっても元気になれちゃうよね。知ってる？僕の好きな公園から遊具がどんどんなくなっているってこと。今では小さい子供の6割が公園で遊ばなくなっているんだ。おっと、あ、サム君が転んだ。だるまさんが転んだ。あれ？誰もいなくなっちゃった。遊具もどんどん消えていっちゃう。一体何が起きているの？今、各地の公園から遊具が相次いで姿を消しています。ここには少し前まで4つのブランコが吊り下がっていました。遊具が撤去されるきっかけは、多くが子どもの怪我。ひとたび起こると、その公園だけでなく周辺一帯でたちまち遊具が使えなくなります。全国で1年に3400台の遊具が公園からなくなり、子どもの遊び場が失われています。ある日突然、遊び慣れた公園から遊具がなくなったり、立ち入り禁止になったら、僕たちはどこへ行けばいいんだろう。その時どう思った？最悪やった。最悪。ねえ、いつもここに誰も来んかった公園に。遊ぶところあんまり長ってな、つまらんかった。つまらないところ、つまらんし。なんかどんどん減ってて、なんもなくなるんかなと思って。危なかったらさ、作らないでさ、もっとさ、危険じゃないのを作ればよかったんじゃないかなと思う。大人は、たかが遊具って思うかな。でも子供時代のハラハラドキドキする楽しい体験を奪わないでほしい。とっても大事なことなんだ。今日は子供の遊びを一緒に考えてほしいんだ。孫たち諸君、そして親たち諸君、今日は話があります。私はもうかれこれ40年子供たちの遊びと向き合って暮らしてまいりました。しかし最近街で聞き捨てならない話を耳にしました。どうも公園から遊具がどんどん撤去され、孫たちの元気がなくなっていると。これはこのおじいさんも黙ってはいられません。さて諸君、ここは横浜市郊外にある保育園です。園長先生は少しの怪我くらい怖くないなんて言って、子供たちが思いっきり遊べるように遊具を使った遊びを工夫していらっしゃる。この子たちが今挑戦している遊具は、高さ3メートルのところから滑っていく空中ロープウェイ。こっちにあるのは、最近の公園ではすっかり見かけなくなったスリルたっぷりの遊具。ああ、危ない！なんてテレビの前の親たち諸君は言ってるんじゃありませんか。でもこういう時、子供たちの目が生き生きとしていることも皆さんはよくご存知だ。
何しろうん十年前の諸君自身がそうだったんですからね。みんな転んだり落っこちたり、擦り傷や切り傷も一度や二度ではないはず。そうでしょう。今日は思い出してみてほしい。太陽の下でのびのびと全身を使って跳ね回ったあの日のことを。さて、それは去年10月のこと。この保育園にちょっと似合わぬ大人たちがやってきました。何でも町の公園から遊具が次々撤去される現状に納得できず、自分たちの手で新しい遊具を作ろうと集まったプロジェクトチームの面々だそうです。あ、おはようございます。おはようございます。あ、どうぞこちらへおいてください。そう、皆さん初めてですよね。初めてです。どうぞどうぞ。すごい懐かしい、懐かしい感じだよね。あんな高いところまで登るんだ。メンバーは機械工学、心理学の研究者、小児科のお医者さん、それから遊具を作っているメーカーの人もいます。登っちゃいますよね。ここで子どもたちがのびのびと遊んでいる様子を見て、安全な遊具作りの参考にしようというんだが、子供たちのパワーに圧倒されているみたいですね。これは子供も楽しいでしょうね、毎日こんな遊園地みたいな感じで。さあ、プロジェクトの初号、安全な遊具であるのはもちろんだが、子どもたちを引きつけるワクワクドキドキがいっぱい詰まった遊具をぜひとも作っていただきたい。まだ開いていたいっていうのは、まあ、あれで学んでいくんでしょうね、多分。スリルは大事だけど、命に関わる危険は避けなくてはダメなんだ。プロジェクトのおじさんたちは、まず本当に危険な遊具は何なのか見極めることにしたんだ。一役買ったのが僕、ダミー人形。子供に代わって遊具の事故を再現してみるんだ。プロジェクトのリーダーは機械工学の専門家、西田義文さん。これがじゃあコネクターでこれを刺していくんですか。はい。僕の中には事故に遭った時、子供の体にどんな衝撃が加わるかを調べる装置が詰まっているんだ。改めまして、こんにちは。僕はダミー人形のサム。実は公園の遊具では重大な事故がたくさん起きているんだ。例えばこれ、乗ってみるととっても楽しいんだけど、重くて危ない遊具なんだ。先っぽに跳ね飛ばされて大怪我する事故が起きてるんだ。見慣れたシーソーでも、こんな場所のちょっとした隙間に子供が指を入れて骨が砕かれてしまうことも起きているんだよ。そして遊具の中でも重大な事故が多く繰り返されているのが箱ブランコなんだ。一番古い事故の記録は今から47年前。それから分かっているだけでも20人以上の子供が遊んでいる最中に命を落としている。だけど箱ブランコの何が危ないのか本格的に調べたことは一度もなかったんだ。そして4年前にも沖縄で同じ事故が繰り返されました。